最終は華麗なる逆転。おお、雷。お、京子様。京子様結構態度悪いよな。クラインの里に伝わる秘宝七使徒。はい、刃だね。その刀は僕たちの人生を表しているのだそうだ。ああ、いろいろ分かれて無数に枝分かれして無限に広がるかに見える僕たちの運命。今千尋さん映ったね、迷いちゃんで京子様。しかしその切っ先はいつだってただ一つ。なるほどくんと、あれだね、容赦なく運命の糸を切り裂き最後に差し貫く。ああ、これ一番最初のサムネにしました。うえーい、七使徒。そして避けることのできない決着をつける。衝撃のオープニングだよな。いやー、2月6日、午前9時48分。あのさ、なるほどくん。ん？何？私って霊力があるでしょ？なるほどくんと違って。なんでそんなこと言うんだ？やめろ、マウント、霊力マウントやめてくれ。まあ、霊媒師だもんね。でも、鍛えないとなまるわけ。なるほどくんと一緒で。なるほどくんは何を鍛えてんの？あ、もう法律の勉強とかしてんのかな？そんなもんなんだ。そこで、ほら、ハミちゃん、おいで。ハミちゃん、そこでこの霊場破りツアーなのです。なるほどくん、霊場破りツアーな、何その雑誌。お、カルト新年号、真冬の霊場大特集です。お、カルト新年号。はあ、ハミちゃん嬉しそうだな。一晩のきっつい修行で霊力がグググーンとアップ。どうよ、夢みたいでしょ。その歌い文句でワクワクする人間、この世に2人しかおらんぞ。目の前の2人、確かに夢みたいだね。とても嫌な。ハザクラインっていう霊場なんだけどさ、すごい山奥にあるの。きっと今ならいい具合に寒いよ。やっぱ寒い方がいいんだな。絶対行きたくない。ハズクラインってその筋じゃちょっと有名な霊業道場なんだよ。私たち霊媒師でもなかなか予約取れないんだから、なんかダメなんだ。クライン流だったらなんかジュッと取らせてもらえるもんじゃないんだね。予約していくもんなんだ。この度私が特別にご予約を、あ、取れたんだ、すごい。私スペシャルコース申し込んじゃった。ま、いいんじゃないかな、行ってくれば。今依頼もないし。よし、話は決まったね。じゃ、ほらほら、ぼやぼやしないでさっさと支度する。ダメですよ、ぼやぼやしては。え、なんで僕が行くんだよ。20歳以上の人が一緒にじゃないとダメなんだって。あ、未成年はだけだとダメなんだ。でも僕霊力なんて関係ないぞ。そのハザクラインって温泉でもあるの？冷たい滝で身を清めましょうよ。温泉だったら行きたかったな、確かに。ちょっと滝は嫌かな。悪いけどやめとくよ、寒いの苦手だし。そんなわがまま言わないでよ。そうか、迷いちゃんまだ20歳なってないもんな。お、ほら見てください、とても素敵なところですよ。いやいやいや、とにかく、いや、気になってはいましたよ、この小さいイラスト。どうしたのですか、なるほどくん。ちょっとその雑誌見せて。この甘さん、何、友達なの、なるほどくん。この子はお名前は宮永千奈美と申しますわ。ふつつか者ですが何卒よろしくお願いしますね。この子は本当宇宙の果てまで頼りにならない男、クズが。そんなはずはない。彼女は有罪判決を受けて今も刑務所に。どうされたのですか、なるほどくん。行くよ。え、ハザクラインだっけ、僕も行く。やったぜハミちゃん、やったぜ。それはもうさすが、なるほどくん。
迷い様のためならば、いつも火の中、水の中、草の中、森の中、イエーチェケをカルトをハミちゃんからもらった。ハザクラインか。宮城ちなみ、どう見てもそうだよな。こんなところにいるはずがない。それは分かっている。ただ何としても確かめたかった。この甘そうの、あ、甘そうでいいのかな、甘そうの正体を。おー、ハザクライン。2月7日だから雪もガンガンに降ってるね。スノーモービルみたいなやつがあるな。さ、寒いよ。なるほどくん、強烈に。そんな格好で来るからだよ。よくこんな格好で来たな。コートキーシュシュシュ、修行だからね。これも白書。大丈夫、まあ、風邪ひいちゃうよ。まゆちゃん声が上ずってるな。わあ、これが噂のハザクラインなのですね、迷い様。はは、ハミちゃん、はは、白書。おや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 、これはこれは、いらっしゃい。あ、どうも白書。あらあらあら、遠いところをわざわざ。さあ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 、寒かったでしょ。寒かったというか、現在進行形で。まあまあ、こんな山の中でしょ、そりゃ寒いわよ。こんなところで立ち話もなんだし、どうぞどうぞこちらへ。ああ、すみません、本当私もう意識も。ああ、そうそう、自己紹介しないとね。おばさんね、ハザクラインの住職よ。名前はビキニ。ビキニそうなのよ。本名って言うんだけど、どう思う？漢字で書くとビキニなんてもっともらしいんだけどね。いい年してビキニよ、ビキニ。ま、若くてもどうかと思うけど。うわははわははは。いや、憎めないよな、ビキニさん。私スペシャルコースを申し込んだんですよ。あらあらあら、この寒いのにスペシャル？命知らずね、若い子は。死んでも知らないから。わははわははわはは。命知らず、わはは。本舗、あの迷い様、やはり今夜はやめておいた方が。でもせっかくハミちゃんが予約。まあ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 、せっかくだからゆっくりしていってね、ゆっくりしていってね。まあ、まだ晩ご飯まで時間あるし、その辺見てきたらいいよ。マジか、寒そう。どれ、霊行道場というのは。あらあらあら、そんなことも知らないで来たの。すみません、住職様、このものは何分。まあまあまあ、ビキニでいいから、おばさんのことは。霊行道とは、霊力を引き出す修行のことよ。ここにはね、そのための宝具が祀られているわけ。へえ、宝具か。なんか必殺技打てそう。一晩かけてその前できちんと修行すれば、あら不思議、霊力がもりもりむくむくワクワク。なんかすごいな、あの精力剤の売り文句みたい。あ、すいません、いい感じでしょ。わははは。本当かな。スペシャルコースっていうのは、まあ本当にね、若いのにマニアックなんだから。あなた、霊氷の上に座って樹脂を3万回となれる修行ね。キンキンに冷え切った放水を浴びながら。放水でいいのかな。キンキンに冷え切ったって、もう朝日スーパードライ以外で聞かんのよ。ほら、2月でしょ今この季節だとね。ちょっと油断するとあっという間に凍っちゃうから気をつけなさいよ。わは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 。どう気をつければいいんだろう。もう気合を入れて凍らないようにするしかない。あとは氷直しか何でも直しを買っておくといい。やはりやめておけばよかったのでしょうか。だから予約取れたんかね。もう一人、住職さん、この写真なんですけど。めちゃくちゃメイクしてるな、ビキニさん。おばさん、なかなかよく写ってるじゃない。ねえ、とても素敵だと思います。でしょでしょ。わはわはははわは。お化粧大変だったのよ。あやめに手伝ってもらって。あやめさん、そうそう、写真に写ってるおばさんにの可愛い子ね。ここって小さな霊場だから2人で切り盛りしてるのよ。へえ、なんか楽しそうですね。このあやめさんですけど、今どこに。あら、やだね、この子ったら。こんな山奥までガールフレンドを探しに来たのかしら。ジロリ、まずい。いやいやいや、そういうわけでは。あやめなら奥の院の方で今夜の準備をしてるわよ。今夜の準備、奥の院。まあ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 、あやめなら夜になれば戻ってくるから、おばさんの本堂でも見ていってよ。わはわは。奥の院か、なるほどね。
一応これ見せとくか。ちょっとこれを見てほしいんですけど、お引く手あまたなのよね。ほんと参っちゃうわ、正直なところ。どういうことですか、なるほどくん。忙しいって言いたいんじゃないかな。でもなるほどくんもあれだね、事件も起こってないのに証拠品を見せるなんて。今日は仕事は忘れて思いっきり楽しもうよ。楽しみましょうよ、なるほどくん。かわいい。そうだね。それにしては寒すぎるな。どれ、じゃあ移動してみるか。本堂、吊り橋もあるらしい。おお、すげえ。もらったマガ玉のクソでかいやつ、味が出てるね、削れまくって。まあ、ますます寒いね、この本堂。拍手。なんかいろりみたいなやつあるのにね。なるほどくん、カレーの匂いがしますよ。お、本当だ、今夜はカレーだね。あれ、こういうところって精進料理を食べるんじゃ。何言ってるの、なるほどくん。こんな夜は問答無用でカレーに決まってるでしょ。そこら辺ラフなんだな。私、カレーライス大好きです。ふふふ。愛らしい修験者さんね。来たか。あ、違った。すげえ、絶対魔法使いレベル68とかだろ。ご機嫌よろしゅう皆様。あ、こんにちは。迷いちゃんとは違った意味でこれまた怪しい。その装束、スペシャルコースとお見受けしましたが。残念だけど、違うの。私は、キャー、この方は天竜祭エリス先生ではないですか。まあ、私を知ってるのかしら。私、綾里晴美と申します。その、大ファンです。誰、なるほどくん。さあ、僕の推理ではズバリ占い師かな。私、先生の5本みんな持っています。いい子ね、晴美ちゃん。どうもありがとう。5本、なるほどくん、非常識です。先生をご存じないなんて。はあ、作家さんなんですか。ええ、絵本を少し。絵本か、なるほどね。絵本作家さんなんだね、天竜祭エリス。知らなくてすみません。絵本あまり見る機会がないものですから。無理もありませんね、子供向けの優しいものを描いておりますから。エリス先生の絵はそれは美しいのですよ。私、いつも心を洗われる気持ちになります。嬉しいわ、そう言ってもらえると。見た目はともかく、確かにとても綺麗な目をした先生だな。先生は去年、魔法の瓶で賞をお取りになったのですよね。ええ、たまたま書いたものを知人がこっそり出版社に。それがそのまま本になってしまいましたの。すごいね、なんかアイドルになる時みたい。へえ、よっぽどすごかったんですね。私もたまたま書いてみようかな、絵本。なるほどくん、こっそり持ち込んでね、出版社に。最近は弟子にしてほしいという殿方もいましてね。お弟子さんですか。天竜祭マシスを名乗っております。どこかで風景のスケッチをしていると思いますから、マシスの方もよろしくお願いいたします。はい、エリス先生。優しい感じの人だね。先生はどうしてハザクラインにいらしたのですか。やはり修行なのでしょうか。そうじゃないわ、実はね、ここで新しい絵本を描こうと思っているの。まあ素敵です、先生。嬉しそう。ハミちゃんうっとりしてるぞ、見れちゃうかもね、絵本ね、新しいの。私、今までは西洋のお話を書いていましたから。だからそんな格好を。子供たちは私どもに夢を持っているのです。それに少しでも応えたいと思って。ポッター・オブ・ハリーだな。はあ、優しい人なんだな。あ、でも先生、修験者の装束を着ておられますね。ええ、住職様が用意してくださったものですから、ローブの下に着させていただいてるのですよ。あ、じゃあ普段は着てないんだね。私もそんな杖が欲しいな。ああ、この水晶、これはね、本物なのよ。すげえ、こんなでかい水、結構なお値段しそうだな。儲かってそうだね。後で山で1本拾ってこようかな。水晶の方はよろしくね、なるほどくん。重いのよ、こっち側が。9対1ぐらいの重さで。いや、1もないか、木の杖。でもこの形の木の杖、なかなかないぞ。それではそろそろ失礼しますね。お夕食の支度がありますから。あ、お夕食作ってくれてんだ。エリス先生がお作りなのですか、カレー。
そうよ、はるみちゃんも手伝ってくれるかしら。わあ、私何でもやりますとも。はるみちゃんすっかり懐いてしまったみたいだな。まあ嬉しいだろうな、知ってる絵本作家さん。じゃあ私も。いいえ、気にしないでいいのよ。迷いさんたちはゆっくり遊んでいらっしゃいな。え、でも。ああ、よかったらこれをお持ちなさい。おお、葉桜院、この付近の見取り図よ。迷子にならないようにね。奥の院あるね、奥の院。橋の向こうにあるな、奥の院。奥行ってみるか、そしたら。じゃあお言葉に甘えてその辺を見てきます。葉桜院の見取り図のデータを法廷記録にファイルした。それでは行ってらっしゃいませ。お二人とも喧嘩しちゃダメですよ。外寒いから中入ったのよ。し、じゃあ行ってみようか。なるほどくん、行ってみるか。あ、ここはとりあえずちょ、これだけ調べとくか。真ん中のやつどれ。笑ってしまうほど巨大なマガ玉がうっとりと、うっそりとだ、うっとりと祀られてるわ。スケベなのよ。こんなちっぽけな代物でもサイコロックが見えるんだから、これだけ大きかったら何が見えても不思議、犯人までつけそうだな。じゃあ行ってみようか。3もい、あ、3も。あれ、ビキニさんどっか行っちゃったね。奥の院に行ったのかな、彼女を手伝いに。ああ、確かあやめさんだったっけ。あ、ああ、そんな名前だったね。正体を知りたいような、怖いような。まあね、ここまでのストーリーを見てるとそりゃ怖いよな。じゃあ釣り橋に行ってみましょう。電話ある。わあ、すごいね。名探偵コナンで2万回見て、トリックで1万回見たような橋だね。わあ、ボロい吊り橋があるよ。なるほどくん。それより、ものすごい崖になってるぞ、この下。おお、川が流れてるよ。結構流れが早いね。どうしたの？腰が引けてるよ、なるほどくん。ちょっと苦手なんだよ、高いところ。あ、そうだ。じゃあ、いっそ落っこちてみたらどうかな。どういうこと？トラウマを、先人の滝に、先人の谷に俺を突き落とそうとしてるの。ここから、えいって。意外といい修行になるんじゃないかな。人生修行にはなるだろうね。もうかなり、もう滑らない話になるよ。それにしてもボロい橋だな。そりゃそうだよ。なんといってもほら、橋の名前オンボロ橋だし。オンボロ橋だよ。そぼろ橋だよ、そぼろ橋。美味しそう。ご飯にかけたい。似たようなもんだけど。この先が奥の院だね。張り切って行ってみようか。できれば渡りたくないな、吊り橋は。まあ行ってみるか。奥の院行ってみましょう。どれ。お、同日某時刻。いやー、揺れまくったね、あの吊り橋。しかもところどころ壊れかけてたし。ナロト君やられてるな。橋の最後なんて板切れが1枚置いてあるだけだったもんね。クラッシュバンディクみてえだな。どうしたの？顔が緑色だよ。すげえ、マスクじゃん。僕のことはほっといてもらえるかな。あの橋を無事渡り終えた感激に浸ってるんだ。戻らんといかんけどな。お、奥の院。すげえ、なんかめちゃくちゃ温泉ありそう。なんかこういう宿あるよな。行ってみて。それにしてもすさんでるね。今にも崩れそうだよ。あんまり人が来ないんだろうな。こんなところで修行するの？今夜。そうみたいだね。怖いな、お化け出ないかな。お化け出ないかなは絶対に君が言っちゃいけない一言。霊媒師がお化けを怖がるのはどうかと思うな。どれ、奥の院の中入ってみようか。修験道内。やば、牢じゃん。見事な牢じゃん。なんだかすごいな。寒くて小さな部屋だけど。今夜はここで修行するの？迷いちゃんたち。え？ううん、修行するのは私だけだよ。あれ、そうなの？だってさ、ハミちゃんには無理でしょ、さすがに。確かに。ブルブル震えてる迷いちゃんの方が無理っぽい。それに、修行場はきっとあの扉の向こうじゃないかな。もう檻も檻よ。すごいな。なんだかそれっぽい雰囲気を感じるもんな。なんかアラジンのちっちゃい箱みたいなやつね。壺か。壺じゃないわ。ランプだ。神秘的な空気が漂っているな。すごいね。失礼ですが、あなた方は？あ、君は？こんにちは。私たち今晩お世話になるんですけど。
どうかしましたか？あー、いえ、何でもありません。なんかうろたえてるね、なるほどくん。なんか言った？まゆちゃん。なるほどくんまでうろたえてる。そりゃうろたえるよな。あやめと申します。この宿坊のこれ甘でいいのかな、甘そうじゃなくて甘と読みますか、甘でございます。間違ってたらごめんなさい。あやさとまよいです。こんばんは、よろしくお願いします。こちらこそ。あーそれでは準備がありますので後ほど。わあ、すごい勢いで出てったね。はあ、綺麗な人だね。ちょっとポーっとしてたけど、やっぱり私たちみたいな都会っ子が珍しいのかな。まよいちゃんから都会っ子は感じないよ。なるほどくん、彼女どう見ても、いやー、これ見てみようか。掛け軸か、そんなに古いものじゃない。キャワーキャワーワーってなんだよ急に。これこの人、私のお母さん。あやさと舞子、クライン流霊媒道の家元。間違いないの？うん、掛け軸の上に門があるでしょ。あ、これか、クライン流家元を表す証なの、あのマークが。どうしたの？うん、お母さんがいなくなったのもう15年以上も前なの。この門がなかったら気がつかなかったんだと思うんだ。お母さんなのに私顔もわからないんだなって。まよいちゃん、あ、もうなんかまよいちゃんギュッてしてあげたくなるんだよな。めっちゃキモいけど、いや、わかると思う。逆転裁判やってる人には分かってもらえる気がする。まゆちゃんのお母さん、あやさと舞子の掛け軸だ。門は家元を表すらしい。それほど古いものではない。このハザクライン、あやさと家と関係があるのかな。そうだね、遠い分家にあたるらしいんだ、クライン流霊媒道の。いつか機会があったらビキニさんに聞いてみるか。まゆちゃん、それにあやさと家のこと聞いてみようね。これ壺関係ない。これタンスは？お、風格のあるタンスだね。金目のものでも入ってんのかな。おばあちゃん家にこれ量産されてるよな。どれどれ、開けていいの？ちぇ、つまんないの、装束しか入ってないや。ねえ、なるほどくん。ごめん、考え事してたよ。あやめさんのことでしょ、これっぽいな。なるほどくん、いや、そんなね、簡単なことじゃないんだ、まゆちゃん。この向こうだね、修行場。どんなところかな。鍵がかかってるよ。あ、この杭だけじゃないんだね。なるほどくん、開ける開ける。無理だよ。なんかさっきからノリが悪いな、なるほどくん。ズバリ、あやめさんのことでしょ。まゆちゃんいいのか？まあそうなんだけどさ。赤くなった赤くなった。赤くなったんだろうか。いいのかな、まよいちゃん。でも絶対なるほどくんのこと好きだと私思うんだけど、どうです？なんか裏口があるね。お、半開きのドアが私たちを手招きしてるよ。でも隣の立て札には立ち入り禁止って書いてあるぞ。あのね、なるほどくん、ルールっていうのは破るためにあるんだよ、守るためにあるんだよ。その言葉は弁護士に対する挑戦だな。さ行ってみよっか。ビキニさんに呪われても知らないぞ。やめとこうか、ちょっと怖いや。いやー、怖いんだ。なんか書いてあるね。奥の院かな、読めないけど。ギリギリ読めるだろ。読めない表札って意味がないよね。あの達筆すぎるやつね。田中みたいな。郵便屋さんも困るし。それだけ歴史があるってことかな。他はスライドしてみようか。お地蔵さんがいっぱい並んでるね。なんかかぶせてもらってないのが2つあるね。キャーかわいい。お地蔵さんがいっぱいだよ。1個もらっとこうか。そんなサイズ感じゃないだろ。遠近法にしたって。バカ言うなよ。こんなにあるんだもん。1個ぐらいわかんない。1個っていうの。いやいや、バレるに決まってるだろ。第一どうするんだよ。そんなの持って帰って。
事務所に飾ろうよ。誰も来なくなるぞ。ここには代わりに事務所のこけし置いとけばいいでしょ。トレードオフ。そういえばあのこけしはどこから現れたんだ。怖い話するじゃん。急な怖い話。4本のワイヤーで支えてるんだね、吊り橋を。意外に細いよ。大丈夫かな、このワイヤー。ワイヤーってめちゃくちゃ強いんだよね、なんか。もう心配性だな、なるほどくんは。もしあの吊り橋が落ちるとしても、このワイヤーが切れる前に板が割れるから大丈夫だよ。じゃあもうダメだ。帰れなくなっちゃった、なるほどくん。どうしたの？顔が緑色だよ。あとはこれか。あ、雪に生まれた巨大ロボットだよ。手塚治虫の世界なのよ、これは。手塚治虫ロボットのフォルムなのよ。確かに夢に埋もれてるけど、多分それ焼却炉だと思うよ。なんだ、紛らわしいな。あんまり疲れてないみたいだ。ちょっと錆びている。ねえねえ、なるほどくん、歩かないのかな、この巨大焼却炉。だからロボットじゃないよ。特に巨大でもないし、歩くっていうよりなんかホバーみたいなやつで動きそうな形してるよな。 R2D2 的な。つまんないの。なるほどくんと戦わせようと思ったのに。焼却炉と戦う弁護士なんて聞いたことないぞ。なんかカプコンが格ゲー出しそう。そしたら戻るか。吊り橋を渡れてよかったね。いやー、なんとか渡れたね、オンブロ橋。また怖いよ。なるほどくん、顔が深緑色になってるよ。もうどうしちゃったの。修験道であやめさんに会ってから急に黙り込んじゃって。ごめん。そこのあんた、ちょっと、あたしたちのことかな。そうみたいだね。他に誰もいないし。困るんだよな、そこに立たれるとさ。あれ、あなたは確か、これはどうも失礼しました。じゃ。おい、ちょっと待てよ。はじめまして、天竜祭マシスです。嘘つけ、ただのやはりだろうが。許せよ、俺はマシスなんだよ。おぼろブリッジをそぞろスケッチしてるんだ。なんだこのなんか R 指定みたいなラップ。やっぱりさんだよ。わけわかんないもん。いいなこれ。なんかやっぱやはりいないとまずいな。やはりがいないと始まんないよな。よりによってなんでお前が天竜祭なんだよ。俺を生まれ変わりたいんだよ、真っ白な自分に。真っ白？あっただろ、この間の事件。ああ、ありましたね。怪人仮面マスクの事件か。俺、やはりマサシって男がつくづく嫌になったんだ。そんな時出会ったんだよ、あの運命の本に。運命の本ってもしかして魔法の瓶だよ、天竜祭エリス先生の。美しくて繊細で、そして優しくて、俺心が洗われたんだよ、救われたんだ。僕も買ってみようかな、魔法の瓶。ね、読んでみたいよね、ここまで言われると。私も無性に欲しくなってきた。だってあのやはりを変えるぐらいだからな。素晴らしい人だよエリス先生は。もう一生ついてくぜ俺は。なんていうか上品な人ですよね。だろだろだろ。ほれ、盗み撮りした写真だぜ。まずい。すっごい盗み撮りにしてはもうキメキメでしょポーズが。綺麗に撮れてますね。しょうがねえな、お前にも分けてやるよ。焼き増ししてる。今の人って焼き増しって分かんないのか、もしかして。よいしょ、絵本。それにしてもお前が絵本ね。どうせなんか下心があるんじゃないのか。な、バカ言ってんじゃねえよ。俺もう女なんか誰も信じねえぞ。またかよ、いきなり完全否定されたよ。でもお前描けるのか、絵本なんて。絵は技術じゃねえ、大事なのは綺麗な心さ。一番足りてないと思うんですがこの人。だから聞いてるんだよ、描けるのかって。言われてみればどうなんだろう。まだ心に迷いがあるみたいですね。実はそうなんだよ、彼女を一目見たその時、俺の中で何かが終わり、何かが始まろうとしてるんだ。お、やっぱりさん恋してますね、エリス先生に。違うって、あの子だよ、あの子。あの子ってまさか。嫌な予感がするな。あの子ってこの子ですかね。あ、待って。
あるかな。あー、いたいたいた。あやめ。どう見てどう考えても彼女にしか見えない。そう、この子あやめちゃんな。綺麗な人ですよね。もう完全に俺のタイプだぜ。ああいう子モデルになってくれねえかな、俺の絵に。何が何でもモデルさんが好きなんですね、やっぱりさん。モデル狙うからな。でもモデルちゃんと一回落としてんのすごいよな。ってやっぱりさん、もう女の人には懲りたんじゃ。え、ああ、ああ、ああ、もちろんそうさ。そうなんだけど。けど、でもあやめちゃんとならもう一度だけ夢が見られそうなんだよな。夢って、付き合いきれない。皆さん、お、ハミちゃん。あ、ハミちゃん、お夕食の準備が整いました。大急ぎで本堂に集まってくださいね。よし、今夜という今夜は食べるよ、ハミちゃん。私、奥の院に行ってあやめ様を呼んできますね。迷い様の修行なさる場所も見学しておきたいので。いけるか、ハミちゃん、この足大丈夫か。すごく心配だぞ。まだ大きい大人の方がサイズ感があるからどうにか引っかかるんじゃないかみたいなね。走って怖いよな。でも、いやー、食べた食べた。大丈夫なの、修行前にそんなに食べて。いわゆる体力勝負だからね、こういうのは。迷い様、無理なさらないでくださいね。まあ、ハミちゃんも引いてんじゃん。あそこはやばいって。無理しなくちゃ霊力はつかないよ。うー、心配です。さあさあさあ、じゃあそろそろ支度を始めましょうかね。頑張ってね、迷いさん。一丁やりますか。行ってくるよ、なるほどくん。じゃあ、あやめ、10時になったら消灯の鐘を頼むよ。はい、ビキニ様。消灯の鐘を鳴らしたらあなたも修験道に来てちょうだい。ええ、わかりました。鐘って入り口にあったあれか。やる気満々だったな、迷いちゃんとビキニさん。無事に帰ってくるといいね。それで、はるみちゃんは今晩はどうするのかしら。そうですね、よかったら私のお部屋に来ないかしら。一緒にご本を読んであげましょう。うわ、もうスペシャルコースじゃん。好きな漫画家に漫画読んでもらう。あ、なんかそれは違うわ。好きな漫画家に漫画読んでもらうのは違うわ。よろしいのですか。私読めない漢字があるのですけれど。一緒にお勉強しましょうか。めっちゃ優しい。わー、嬉しいです。はるみちゃんはエリス先生に夢中か。なるほどくん、やはりお前はどうするんだ。一緒に酒でも飲む。俺、そりゃお前自分の部屋でゆっくりするさ。俺寒いの苦手だから。そうだな、うーん、僕もそうするか。先生、例えばこれは何と読むのですか。カレー、難しい字。これはカレーね。わあ、じゃあこちらは何と読むのですか。インド、これも難しいわ。インドね。はるみちゃん、一体どんな本を読んでるんだ。それでは私、お夕食のお片付けをしますから後で伺いますね、先生。すごい本読んでたな。さてと、じゃあ僕も部屋に戻るとするか。どれどれ。同日午後9時12分葉桜院本堂、消灯まであともうちょいか。やっぱり山の冷え込みは格が違うな。どうにもトイレが近くなって困る。寒いとなんであんなに行くんだろうね。なるほどさん。ひゃー、エリス先生。先生もトイレですか。はるみちゃん見かけませんでしたか。え、知りませんけど。確かエリス先生のお部屋に伺うって。それがまだ来ていないんです。私探してみますから。失礼しました。ハミちゃんどこ行ったんだろうね。天竜斎エリス先生か。不思議な人だよな。でも不思議といえば、あやめさん、こんばんは。不思議といえばやっぱりこの子だ。なるほどさんもおトイレですか。このチャンスを逃すわけにはいかない。話を聞かせてもらおう。みんなトイレに立つんだな。ここに住んでてもすげえよな。いやー、
あやめさんですよね。はい。そのいつからこのハザクラインに？幼い頃からずっとお世話になっています。ずっと？私もう身寄りがないものですから。ビキニ様が私のお母様です。大学へは行ってませんでしたっけ？有名大学の文学部とか。いいえ、私には必要ありませんもの。学問はこちらで修行しています。そうですか。あ、でも町へ出ることもたまにはあるんですよ。パソコンも携帯電話も使えますし、ひらがなでは使える人かかんのよ。威張るほどのことでもない。でもサイコロックが見えないということは、嘘はついていないということになるな。そんなに見つめないでください。ここは一体どういうところなんですか？霊力を引き出す修行場って聞きましたけど、普通の方はあまり縁のない世界ですよね。まあなんか別世界のことみたいで、それでいいと思います。死者と語らうなんて誰のためにもなりません。私は嫌いです。そうなんですか？じゃあどうしてここにいるんだろう。どうかしましたか？もうこんな時間、消灯の鐘を鳴らさないと。10時になったんだ。もうすぐ10時か。なるほどさん。はい。もしよろしかったら受け取っていただけますか？あやめさんの頭巾ですか？悪霊から身を守るための頭巾です。そういえばビキニさんもかぶってたな。あやめさんはいいのかな？この不吉な常闇で合ってる？無事にやり過ごせますように。大麻の頭巾と呼ばれるもの、悪霊から身を守るらしい。それではおやすみなさいませ。ちょっと待って、あやめさん。はい。今僕の名前を呼びましたね。なるほどって。どうして知ってるんですか？自己紹介していないのに。それはあやめさん、はっきり聞きましょう。僕たち以前に会ったことはありませんか？サイコロック、ガチガチだ。あやめさん、もうじき10時になります。また明日お話ししましょうね。ガチのサイコロックが出ましたね。ゴーンゴーン、キルアキルア。やっぱり彼女は僕を知ってるんだ。明日もう一度ゆっくり話をしよう。寝たのかな。寝るほどか。おい、ギャー、なんだ。境内の方から茶色い悲鳴が。うわ。同日午後11時6分、ハザクライン境内。悲鳴は確かこっちから聞こえてきたような。うわ、人が倒れている。エリス先生、ムギュ、何かを踏んづけたぞ。こら、土手っ腹を踏まないでちょうだい。何してるんですか。雪の上気絶してたに決まってるでしょうが。やっぱりさっきの茶色い。とにかくあんた、早く警察を。でも本堂に電話なんかありましたか？こんな山奥でもね、電波は通じるんだよ。あんたも携帯電話ぐらいポッケに入ってるでしょ。それがその持ってきてないんですけど。もう頼りにならない子だね。携帯電話ぐらいあやめだって持ってるのに。仕方ない、おぼろ橋のたもとに公衆電話があるから。ほらほらほら、ひとっ走り行っといで。はい、早くしないと。あやめがあやめが、おぼろ橋。へえ、結構距離があるな。もうすぐおぼろ橋だ。迷いちゃんにも知らせないと。うわ、
燃えてるんだろうか。おぼろ橋が焼け落ちてる。一体何が起こった。何してんだこんなところで。なんでこんな笑顔なんだよこんな状況で。シャワー。何俺脅かすな。やはり死ぬかと思ったぞ。だから俺はやはりじゃねえ、マシスだ。やはりすぐに警察を呼んでくれ。僕は奥の院へ行く。バカ言え、こんな燃えかす渡れるかよ。いいか、葉桜院で殺人事件が起こったんだ。なんだって。この橋の向こうに犯人が逃げ込んだかもしれない。迷いちゃんを放っておけ。なるほど。でもよ、頼む、早く警察に電話を。僕は行く、どいてくれ。なるほどくん、危ねえって。なるほど、待てよ。夢中だった。ああなることは分かりきってたのに。うわあ、なるほど。橋はその名の通り砕け散っておぼろに消えた。この悪夢のような夜、最後の悲鳴を上げて僕は永遠に閉ざされた闇へと吸い込まれていった。怒涛すぎ。いやー、最終話の一番最初って感じがしますね。はい、面白いわ。この後どうなっていくのか、ちょっと皆さんもドキドキしながら見ていてください。